料理配信です。ティンズユニットのなんだっけ、俺なんて言うんだっけ、契約じゃなくてさ、道がたかりそうやばい、熱い。ここにあるホットプレート、ローとさ、メドとハイがあるんだけどさ、メドでいっか。さっき一応ね、予熱しといたんだけど。時間がないのでねすぐ作んないとなんかコンコン言ってんだよね、大丈夫かな。ハタありがとう、かわいスタンプありがとう。前髪伸びた、ほんと。料理配信音符、結婚してかける10、サシです。音符ありがとう。公約だ、そう公約です。台所じゃない持ってきた。え、サックスありがとう。スマホ無制限にしてない、そんな使わん。手元が見えないと、でも手元見えないもん。熱っ、お米だった、しょうがなくない。手元見えないんですよ。あ、そうだ、熱いの、そうだ、火をつけたから熱いんだ流れ星ありがとう。え、そうだよね、手元見えないけど、でも作ってそうな雰囲気雰囲気あるから。タワーありがとう、くまちゃんタワーありがとう、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいですお礼配信なのにたくさんお礼、お礼することが増えましたね、ありがとうございます。サイリオありがとうね、タワーが立ったわ、ありがとう、くまちゃんありがとうね、ぬーちゃんありがとう、コバありがとう。やばい、今日全然コメント読めないです、急ぎますねお米があります、お米を入れます。あ、あれガーリックペッパーライス作ります。あ、手元見えないよね手元見えないよね、わかる、わかるよ、わかるけど、これはねどうしようもできない事実。あー焦げてる。あ、待って、ミスったまあいいや、うん、オッケーオッケーオッケー、うん、やっぱローにしとこう。え、ローだと消えちゃったねえ、お米がさあんま言うこと聞いてくれない。え、なんかみんなみたいにまん丸お米じゃないんだけど、まあいいか、しょうがない。で、あれね、え、なんかすごいコトコト言ってる、大丈夫かな。お肉を入れます。油入れてからね。めっちゃ準備に時間かかったんだよねこれ。リナ、ホットプレートでさ料理するのさ初なんだよね実は。じゃあ油こんなきついこっち嫌だな。油開けてんだけどさ、普通にあれティッシュみたいなやつ持ってくればよかったね、ミスった。オッケー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 、お肉入れます。あれ、そう、牛肉がなかったのなかったからね、あの豚肉のしゃぶしゃぶ用肉使います。うわ、これさなんか手も机も汚れそうだけど頑張る。待って、マジで机汚れさせたくない。あ、オッケーオッケーオッケー、無事お肉抽出完了。はあ、お肉は縮んじゃうからさ、豚肉なんて特にねちゃんと伸ばしてないと。めっちゃいい匂いする。
急げ、タイムリミットが。なんかあれみたいだね、爆弾解いてるみたい。コナンのね、急げ。あ、めっちゃいい火加減じゃん。ね、待って、なんかさ、ぽくない、なんかさ、牛肉じゃないからあんまぽくないんだけどえ、効果音にしか聞こえないだって。お肉やってるよ今。虫が来ませんように、みんなも祈っててね。これ雲行きが怪しいかもしれない。今日ね、隠し味入れようと思ってね、隠し味持ってきたんだけど、なんと思う、隠し味なんか多分合うだろうなと思って。みんな、ガーリックライスもさ、自分で作ったことないんだよね、これ初なんですけど、まあなんとなくやっていきます。豚肉なんでね、ちゃんと火通さないと良くない。お米の量に対してさ、めちゃくちゃお肉入れてるけど大丈夫かな。まあ今日は贅沢ということで。一人前に対してさ、プレートもでかすぎるからさ、 お肉たくさん入れないと良くないんだよな。隠し味っていうのかな、隠し味、隠し物、隠し物です、隠し物味というか隠し物、隠し食感。うわ、お酒持ってくればよかった、ミスったな。待って、お米がさ丸くないから、なんかさ変な見た目してんだけど、ありがとう、アイテム。うわ、ありがとう。そう、料理してる風じゃないのそうだよね、料理してるリーナの配信だよね、これ料理配信というか、料理をしてるリーナの配信です。ジュージュー言ってる、みんなお腹すくんじゃない。でもね、リーナ正直ね、牛肉か豚肉どっちのが好きって言われたら迷うんだよね。豚肉美味しくない？めっちゃ美味しいんだけど。ニンニク入れるわ。うわ、手がめっちゃ汚れた。あっ、うん、まあいいや、後でいいや。ニンニク、やった、ニンニクは大事ですよね。うわ、めっちゃいい匂いする。いやー、これ炭だ、これ炭な、ニンニク。めっちゃいい、めっちゃいい匂いする。これいつ呪文解いていいの分かんないけど、とりあえず焼肉のタレ入れるね。え、めっちゃいいよみんなめっちゃいい。え、ニンニクが効いててね、めっちゃいい感じ。あの、焼肉ソース、タレ、焼肉タレ、これもらった。うわー、おー、焼肉のタレを入れた音がする。そうだよね、いいって言われても分かんないよね。隠し味はね、入れるときにいいな。え、もうお米と混ぜちゃっていいかな。え、待って待って、服に飛んでんだけど、タレが。危な。そうだよね、それタレって飛ぶよね、服に飛んで。そういう時のためにエプロンがあるんだよね。え、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 いい、いい、熱いけどいい感じ、めっちゃ音で美味しさわかるでしょわかんないかな、なんかバーベキューしてる気分になる。フライパンいつも持ってるから手がこうなっちゃうよね、手で。待って、マジ飛んでくるんだけど、やめて。攻撃、これは喧嘩ですね、喧嘩。え、これ混ぜていいやつ、これ最後に混ぜるやつじゃない、これ。まあいいや、まあ混ぜて。
どうにする、どう、お米が塊になってる、全然離れてくれない、音はいいね、いいでしょう。あと40分あるわ。コーラ、味噌、あ、味噌はありえるかも。コーラは違う、もう味噌も違うけどね、コーラは絶対に違うよ。これって通常は丸い、え、なんかさ、ガーリックライスにするとさ、だいたい丸いお米で出てこん？待って、うーん、え、めっちゃいい、あ、いい匂い。なんかタイに、タイの時に食べたしゃぶしゃぶの匂いがする。絶対わかんないよね。みんながタイに住んでた時によく行ってたしゃぶしゃぶ屋さんの匂いがする。ニンニク効いてたんだろうな。え、なんかさ、ちょっと音が弱まったんだけど、え、ま、ただのお肉になっちゃった、お米が少なすぎて。あれ、どうしよう、うん、ネギじゃなくてニラ入れます。ネギは持ってきてない、ニラがね、偶然家にあったんですよ、切りました、さっき入れます。おお、え、なんで音がなくなったんだけど。みんな音で楽しんでるはずなのに音がないんだけど、もっと仕事して。おい、え、なんか静かなんだけど、あれだね、静かになるまで何分かかりましたみたいな。え、え、ねえ、ちょっと、え、もっとさ、ないの。え、めっちゃ静かなんだけど、みんな音聞こえる？え、ちょっと待ってよ、めっちゃいい感じなのに音ないとさ、良さ伝わんないじゃん。お、本気出してきた、本気出してきたよ。おー、いい感じだ。え、やっぱニンニクいいね、超ニンニクの匂いする、いいですね。ガーリックってニンニクでしょ。おー、生姜が、あれだよ、ジンジャー、ソルトが塩。え、これに今から最強兵器、あ、隠し味じゃないよ、最強兵器入れます。バター、でもね、リナバターあんま好きじゃないからね、めっちゃちょっとだけ、めっちゃちょっとだけ切ってきた。これうまく剥がせるかな。え、待って、めっちゃ爪と爪の間にバターが入り込んでる。わあ、これは良くない。なすりつけ、今なすりつけしてる、お肉にバターなすりつけてる。お、あ、いい感じに溶けてる。ふう、やばい、やばい、めっちゃいい匂いする。え、やばい、クッキー焼いてる時の匂いする。手が効かなくなっちゃう。想像力が伝わってる、よかった。めっちゃいいわ、うん、めっちゃいい、家でこんな匂いが味わえるのいいね。あんま湯気も見えてない感じ、みんなに。あれ、え、待って、足つった、うわ。足つりながら料理配信してる。やばい。おお、でも隠し味本当に合うかな。みんなね、あれ持ってきたんだよ、ナッツ持ってきたんだよ。なんかやっぱり味にさ、何、食感に変化を、しかもね、その持ってきたナッツがあんま味しない系ナッツなのね、糖質とかが入ってなくて味付けされてないナッツって、だから絶対に合うなと思って持ってきたんですよ。
料理してますよ。音だけじゃないよ。ほらほら。わあ。もうちょっとタレ入れたいかも。あ、待って、コーン。そう、リーナね、今日急にさ配信しますってなったじゃん。だからさ、コーンを買わなきゃいけなくて、コーンが家になくてね。でもね、コーンが売ってなくて、これ買いました。セブンの、意識高くね、ちゃんとセブンのね、セブンのツナコーンサラダ。まあコーンしか使いませんけど、コーンは絶対にいるなって思って、これはもう買いでした。即買い。コーンだけ選別して入れていきます。おお、あ、人参入った。まあいいや、人参も入った、キャベツも入ったけど、まあいいや、いろんな色があるといいよね。キャベツ普通に美味しそうだけどね。うまそう。いや、ツナは絶対に入れたくない。オッケーオッケーオッケー、いい感じ。ほぼ消えた、ほぼ消えたよ。いい感じいい感じ。あ、なんかぽくなってきた。でタレも投入したい。あ、よかった。でもギリギリさ、服にはついてないかも。これで絶対ね、お姉ちゃんのお洋服がニンニク臭くなる。絶対に申し訳ないと言いながら、私は美味しいご飯を食べます。音源って言われてる。違うよ、作ってるよ。タレちょい足し。わ、出来上がったペッパーライス誰が食べる？アリーナが自分で食べますよ。自分で作って自分で食べます。ちょっとお姉ちゃんにあげようかな。あの部屋をちょっと臭くさせてしまった申し訳ない気持ちを込めて。お、ありがとね。あの、なんだっけ、あれ。アイテムだ、アイテムありがとう。完成、え、完成はさすがに見てる。え、ドエレア、ドエレアいい感じだよ。で、なんかニラと混ざってる。え、なんか米消えたんだけど。え、米消えたんだけど。豚肉でも美味しそう。いや、美味しいよ多分。え、そうだよね、いいって言われても見えないよね。いい香りしてきた気がする。お、いい香りしてきた、よかった。そう、白い服ダメだよね、本当に。そうだよね、フライパン映してほしい。映せるかもしれない。ちょっと待って、いい方法思いついた。でもちょっと待って、もうちょっと綺麗にさせてから。でもなんかさ、本当にお米消えたんだけど。これは事件だ、お米脱獄事件。ドゥルードゥルー、ネクストコナン、お米脱獄事件。来週もお楽しみに。うん、え、すごくない？豚肉でもこんなね、うわー、足が痛い。痛そうじゃない。美味しそうに見えるんですよ。グッジョブ、ありがとう。確かに大雨の匂いがする。花ありがとう。え、あと30分ぐらいしかないよ。ちょっと待ってよ。ね、そうでしょ。お米ないでしょ。そう、お肉が多すぎた。で、今からあの胡椒入れます。塩胡椒もあるんだけどね、この胡椒がいいのよ。この胡椒を入れていきます。うん、まあ、胡椒は多めのがいいですよね。でもさ、違う、お米が見えないわけじゃない、あの同化してんのよ、タレ入れたからね。白色なんてさ、いろんな色に変わるからさ。塩コショウもね、入れていきます。あ、完全にやり方ミスった。これ最後に混ぜる系だよ。で、最後にお米とお肉を混ぜる系。
めっちゃ茶色だった。まあそれはね、大体茶色ですよ。あー、え、これ絶対美味しいよ。あとね、最後に隠し味か入れます。え、もうちょっと生姜足していい？あ、そう、ニンニク、ちょっと足りない。バターの匂いが強くなっちゃった、逆に。バター入れちゃったからね。ガーリックなんでね、ニンニクたくさん入れないと。おいくらですか？1億円です。あの、人件費、人件費1億円です。うん、服をさ、こまめにチェックしないといけない。じゃあ一旦さ、ナッツないバージョン食べてみたい、先に。完成かな、一応。一応完成の模様です。やばい、なんか暑苦しい、暑苦しくなってきた。パレスってそんなにお肉が大きい？いや違うよ。痛い、足の感覚ないんだけど。ちょっと待って、今ね、痺れてる、痺れてます。距離なのあれだよ、ツインお団子。おーね、それのほぼ焼肉だよね。リンダの人件費高すぎ。そうだよ、たくさん人件費です。え、これ一応完成バージョン。でもあれ、そう、ナッツがね、ドカボナッツってやつ、これもね、まだ入れてない。あ、この何、アーモンドじゃないやつを入れたい。くるみとヘーゼルナッツを入れたい。アーモンドはちょっと主張が激しそう。ちょっと待って、足のやり場に困る。ちょっと待って、足がしびれてる。え、どうしよう、ちょっと待って、足、待って、足が痛い。どんな体勢で、え、普通に足こうやってやって座ってるんだけどさ、ここがもう限界です。痛風、痛風、え、違いますよ、痛風っていうのは。え、じゃあ手上げてみよう。え、違う、足を伸ばしてみよう。めっちゃ逆のこと言ってた。目のやり場に困るという表現は聞いたことある。いや、足のやり場にも困りますよ。え、待って、今すごいね、しびれにしびれてる。うー、しびれにしびれてる。あ、でもなんか、あ、なんか感覚が戻ってきたけど、なんかくすぐったい。アイテムありがとう。あ、くすぐったい。うわ、くすぐったい。ちょっと待って。あ、待って、え、やばい、これやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。うわ、うぅ、やばい。ちょっと待って。うわっ。待って。痛い。え、待って、痛い。ちょっと待って。ちょっと待って。どうしよう。あー、ちょっと待って、痛い。待って、動かせない。え、でも一回動かさないと何もなんないよね、これ。いきます。うー、やばい。あ、でもあ、いい感じかもしれない。はいって言った。
うん、はい、うん、はい。みんな知ってますか？緊急事態発生、緊急事態発生、緊急事態。え、ちょっと待って、痛い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 。あ、あ、痛い、痛いけど、ギリ、ギリ耐え。あ、待って、大丈夫だった。え？あ、大丈夫でもないかも。あ、でも、いけた。あ、いけた、いけた、いけた。耐えました。ごめん、これ何って言われた。あの、足が痺れた配信でした。あの、ご飯をね、食べていきます。え、待って、お肉でかすぎてさ、ちっちゃめのお肉選ぼう。え、めっちゃ美味しそうな部位、部位？美味しそうな、あ、お米だったわ。え、お肉が見つからないんだけど。ん？いや、お肉しかないか。違う。あの、ちっちゃいお肉見つけた。なんかさ、見分けがつかないお肉とお米の。え、美味しそうじゃない？うん、うん、うん、うん。え、あんま見えないかな？もっと。じゃあ、写真撮るときだけ特盛りにしとく。特盛りでちょっとやらせていただきます。実際に食べるときはね、量減らしますけど。めっちゃめっちゃ盛るね。あれみたい、 YouTube のサムネ撮るときみたい。え、どう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 、めっちゃよくない？うん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 、めっちゃいいじゃん。 YouTube のサムネです、これ。サムネ用。おー、じゃあいざ食す。いただきます。うん、おっ、うん、うん、あの、おかわり、ん、胡椒おかわり。うん、美味しい。でもね、ちょっと胡椒が足りなかったから、さっきの味見ということで。やばい、心にしみる。いただきます。めっちゃ美味しい。なんか、うん、あの、入れた食材一つ一つに何役割があって、待って、砕け、あ、でも砕いて入れないのもありか、うん、めっちゃ美味しい。一つ一つの食材の良さを生かしてる。ガーリックライス、これこれです。15歳です。15。いざ食す。いただきます。うん、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 
めっちゃよくないこれ。ボリボリ鳴ってるのはナッツです。ナッツ、多分あれだな、ヘーゼルナッツが合うと思う。ドカボとは低糖質食のこと。うん、栄養バランスを考え独自に配合したミックスナッツ。その栄養バランスをあんまり栄養じゃないやつと組み合わせちゃったけど、でも美味しい。美味しい。肉にしか見えませんが、米はスプーン一杯ぐらい。いやいやいや、米ねこれぐらいあったよ、これぐらい。あの一人前、ちゃんと一人前あったよ実は。そう、なん違う、ご飯少なめというかね、お肉が少なかった。え、次ね、あれだね、牛肉でチャレンジしたいかも。リーナ写真撮ってないんだけど。え、待って待って、今食べたお肉めっちゃ美味しかったんだけど。ちょっと刺したかった、塩が足りんな。うん、写真撮り忘れ、うわっ。胡椒が飛んできた、めっちゃムズムズする。え、でもさ、違う、じゃあみんなが写真撮って、リナがスクショ、スクショすればいいか。あ、じゃあスクショします。片手で持てるかな、まあいいや、ちょっと少ないけど。少ないけど、というかさ、なんかもっとさ、なんかさ、めっちゃ片方に寄らせていいかな、寄らせてみた。これ片手でリーナ持てると思う？え、絶対片手で持てなくない？熱いよ。あ、でも熱いからあれを持ってきたんだ、なんか掴めるやつを持ってきたんだ。ちょっと待ってよ、じゃあ大半食べてはない。ん？こうか。オッケーオッケー。え、むずくないこれ。カメラ下向けたらいろんなものが映っちゃう。え、待って、むずいかも。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、この傾斜を斜めに。ん？傾斜を。多めにすればいいか。傾斜強めで。ん？ちょっと待って。ああ落ちてく。ちょっと待って、落ちてかないで。うん。わがままだな。自我が強いですね。うん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 。え、これリーナも撮りたいんだけど。ちょっと待って、うーん、あ、じゃあお皿持ってきてない？え、持ってるけど、なんかホットペッパーじゃない、ホットプレートで作ったよみたいな感じにしたいんです。
か熱くなくなってきた。あ、いけるいける、これいける、これいける、これいけるよ。いきます。あー、え、待って、スクショむず、え、むず、腕の長さが足りないかも。あ、いきます、せーの。あ、なんか通知来てた、インスタの通知が来てた。ちょっと待って、いいねしました、通知が来てた。うんふん、うんふん、え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 、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、どう？え、どうですか？え、取れた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 、オッケーオッケー、4枚ぐらい取れた、ナイス、オッケーオッケーオッケー、やばい、熱い、熱くなってきた。うわ、結構熱い。これあれだね、ファンタ持ってくればよかった。ミスった。肉しかないわけじゃないの。違うんだよ。染まったんです、肉色に。鉄板の写真ってかなりわんぱく。わんぱく。なぜファンタ、え、ファンタがいい。こんなことするアイドルいないよね。熱いんです。食べます。いや、なんかさ、脂が多いお肉が好きだからさ、ちょっと脂多めのとこ狙おう。狙い時。あ、これこれいいじゃん、ここいいじゃないか。ちょっと待って、すくうのが難しい。うー、金魚すくいみたいな。あー、無理だった。ちょっと待って、うん、食べれるかな。なんか結構デカめのさ、お肉取ったんだけど。え、ちょっと待って待って待って、もう一回置き直す。いただきます。うん、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 美味しい。でもさ、美味しい時にさ、なんか渋い顔するからさ、うんみたいな顔をするからさ、それは本当に美味しいと思ってるってよく言われるんだよね。めちゃくちゃ美味しいです。リーナ見てたらお風呂のお湯張りすぎた。それは自己管理ですね。リーナのせいじゃない。お肉炒めじゃないです。まあ料理配信なんだ、なんで、あ、じゃあリーナ飯です、これリーナ飯、リーナ特製の牛丼に見える。え、今度はキッチンでリベンジ。キッチンは無理。キッチンは無理です。なんでさ、みんなさ、私たちにもちょうだいって言うけどさ、自分で作りな。自分で作ってみたらどうですか？え、私と同じ要領で。あ、待って、こんなこと話したら時間なくなっちゃうんだ。食べましょう。え、みんなもじゃあなんかさ、なんか手に持って食べて。なんか手に持ってください。みんな手に持ってよ。なんか手に持って、分量不在。エリナも分量なんて何も気にしてせず作ったからさ、まあ料理は感覚ですよ。なんとなくで作れば大丈夫ですよ。
人に作るから楽しい。えー、でも兄ちゃん自分のために作ったよ。まあ確かにそれはあるかもしれない。うん、今思い出した、思いついた。あれかわいい、それかわいいって言うけど、私は料理配信をするときにご飯を少なめにしちゃう人もニューかわいいと思います。え、そうでもない？いやでもでも私はやっぱり好きなんだよな。どうですか、ニューかわいいの定義どうですか。チョコパイ。みんなアイスとかチョコパイとか持ってるんですか。いいですね。料理は感覚、名言いただきました。まあ、料理は感覚ですよ。いい奥さんになりそう。俺の、あ、俺のなんだ。そうなんだ。ということで、え、なんて言うんだっけ、なんかみんなの幸福に乾杯だっけ、なんかあるよね。なんかさ、みんなで一泊行きましょうみたいな、パン乾杯みたいな、なかったっけ。なかったっけ。いただきます。うん、なんかさ、食べたことある味してるんだけど。うん、絶対リナこれタイで食べたことあるよ。この味めっちゃタイで食べたことある。え、どこだろう。星いくつ。星100億満点です。ニューカワイイイコール DD は許されたですか。真逆です。タイ料理じゃない。え、いや、パクチー食べれるよ。え、タイ料理は作ってなかった。ナッツが、いや、ナッツさっき食べなかったけどね、なんかタイ料理の味したの。人件費と桁が弱いぜ。まあちょっと狂ってるんでね。海外行ったことある。2年住んでました、タイに。おにぎりにしたら美味しそう。これだから美味しいんですよ。この鉄板の上にあるこれだから美味しいんですよ。おにぎりにしちゃったらそれはただのおにぎりじゃないですか。ごめんに餌の写真ない。餌の写真ないです。ん、星の単位はこうなの。あれ、リアさっきなんて言った、パーセントって言った、もしかして。それは間違いました。皇帝のビジュアル見たかった。でもなんかさ、もうなんか直角型、壁に貼り付け型フライパンとかないかな。ないか。今完食しなくてもよくね。え、そうなんだよね、実は。実はそうなんですよ。ハートありがとう。ガパオライスっぽい。それは多分違う。いや、わかんない。なんか何で食べたのかがわかんない。覚えてないです。ハートありがとう。タイ語？コブンカー、サワディーカー、ヌンソンサンシン、ハーホプチェッペ、カウシップ。さっきのは挨拶と数字です。それしか言えないリーナ。わかんない。顔漫画的な、え、わかんないんだよね。幼稚園児の記憶なんですよね。なぜ床映しちゃいけないのか、何がいるの。いや、何がいるわけじゃないですよ。
何がいるとかそういうわけでもないですけど、普通になんかさ、こういう何あの料理のさ残りとかがさあんま映したくないというか。熱々の鉄板系好き、愛知県民。本当？そう。あと7分、数字は日本語と違う。え、そうだよ、3が一緒なんだよ。何その 3しか一緒じゃなくね。 See? ハホッチェッペカオスイ。でもなんかね、どっちの方が言いやすいんだろうね、わかんないけど。いるよね、こうやってさ、あ、やっぱあげないみたいな、いますよね。え、リナね、弟にされたことある？弟に、じゃリーナがしたからだ絶対。リーナが多分したからやられたんだろうと思うんですけど、弟に一回さ、こうやって「えくれんの？」って言ったらさ、あげないよって言われた。かわいそうリーナが。耳で聞く限り中国語の数字と似てる。え、本当？あれに似てしまった弟くん。そうだよ、みんなリーナに似ちゃった。みんなじゃないか、弟だけ。え、冷めない？え、なんかね、結構熱々です。熱盛り。熱盛り。え、弟くんいいな。よくないでしょ、もらえないんだよ。やっぱあげない。え、待ってさ、これ最後の一口になるかも。じゃあラス1、いただきます。うん、うん、何か分かりましたか？めっちゃ美味しい。美味しく完食はしてませんが、これから完食します。美味しく食べました。もう食べたの、食べるのもうせっかちですか？ん？コナンでも解けない。 OED の D です。え、当たってる人いたよ。そうです、お肉普通にスーパーのお肉です。え、そう、さっき言いたかった、あのね、最後の一口で初めてコーンの味がした。いいなのさ、頑張って買ってきたこのここのコーンの味が初めてしました。OED は初めて聞いた。え、なんかね、スカットジャパンで美味しい超えて OED みたいなやってたんですよ。その名残です。公約の足しびれ配信、え、本当にしびれましたね今日の配信。今日の配信はね、すごくしびれましたね。しびれた配信でした。刺激的な良い配信でしたね。ということで、みんながなんか期待してる、みんなが
あと子役の一つが残ってるってみんなが言ってますけど、みんなはあーでもそうでもないか自己完結型やっぱそんでもなかったわ、やっぱ言うのやめとこう。もやもや君は夏休み後あれじゃない、9月のイベントじゃないですか、知りませんけど。やだ、連番はやめて、連番はやめて、連番はダメです、ストップ。ということで、あ、スクショタイム取らないと。あ、食べてそうなやつは取ったね食べてそうなやつ、うーん、あ、じゃああげるわみんなに。一つのコーンが犠牲になりましたさっきのスクショタイムのせいで。どうしよう、ちょっとね、これを見せていかないと。え、見えないかな、いや、見えるよね、見える。いやいやいや、やばい、手もつりそう。ということで、やばい、勝手に切れちゃいそう。今日はティーンズユニットの公約の料理配信をしました。ちょっとお米がね少なくてお肉が多くて変な相対比になってしまいましたが、まあ、すごく美味しく食べれて嬉しかったですちょっとみんなにはあげてないけどはい、アバンドエイドは全然かすり傷です。はい、終わります。ありがとうございました。あ、勝手に切れるかも。ありがとうございました。あ、タワーもありがたわです。